ある夜、大雨の山奥に遭難してしまったミドリムシがおりました。このままだと遭難してしまう、そう不安に思っていると、目の前に立派なレストランが現れたのです。おお、神様仏様様様様、ありがとうございます。お店やってるかな？お、やってるっぽい。ミドリムシがウキウキ気分で中に入ってみると、なんと目の前にはまたも扉、そして看板が。なになに？お客様、ようこそいらっしゃいました。まずは靴の泥を落としてくださいませ。靴の泥を落とす？あ、なるほど。ここのレストランは相当高級なレストランで、清潔にしないといけないんだ。これは美味しいご飯が期待できるぞ。グフグフ。ミドリムシくんはニヤニヤしながら靴の泥を落としました。そして扉を入ると、なんとまたも同じ扉が。え、また扉？いつお店に入れるの？ここのシャワーで体を洗ってください。タオルはそちらにございます。体もきれいにしないと入れないほどの高級レストラン。これは相当期待できるぞ。さーて、それじゃあ行こうかな。ようやくご飯が食べられると思いきや。え、また扉。ここまでお疲れ様でした。これが最後のお願いです。そこにある塩と胡椒を体に揉み込んでください。え、あ、それとそこに置いてあるクリームとイチゴも体につけてくださいませ。え、ちょっと、あー、もう待ちきれない。は？